こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売になりましたユニクロ U の秋冬の新作、こちらですね、実際に買ってきたのでこちらを僕が着ながらですねレビューを皆さんにお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ実は以前にもですね一度レビューをしていまして、画像が発表になった段階にですねこういったものがおすすめですよということで皆さんに動画をお届けしたんですが、やはりですね写真の状態と実際に着てみた状態ではやっぱり違いがあるんですね。ですので今回は前回の動画の答え合わせ的な意味合いもあるんですが、まあ、実際にどんなものを買ってどうコーディネートするのか、このあたりをですねリアルに皆さんにお届けしてみたいなというふうに思っています。ちなみにですね僕のチャンネルの一つの役割としては、大人の男性がユニクロ U を買うのであればこういったものであれば使いやすいですよというところをですね一つの視点にしてるんですね。あともう一つ視点がありまして、あまりトレンド感が強すぎるものではなくて、まあ、ベーシックな部分を基軸にしながらもほんのりトレンド感が漂うようなものをですね僕のチャンネルではお伝えすることが多いんですが、まあ、そういった視点をですね兼ね備えたアイテムがまさにこちらに並んでいる5点のアイテムなので、ぜひですね大人の男性には今回の動画を参考にしながら秋冬のユニクロ U の新作をですねお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね実際に買ったものを僕自身が着ながらレビューをしてみたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね今僕が着ているこちらのシャツですね。商品名はですねオーバーサイズスタンドカラーシャツ長袖、色はですねダークブラウンを選択しました。これはですね正直色で迷ったんですね。ベージュもなかなかいい色で最初はそちらを買う予定だったんですが、実物を見てみたらこのダークブラウンがすごくいい色だったんですね。ちょっと近くでお見せしたいなと思っているんですが、まあ色合いすごくいいですね。まあダークブラウンとかブラウン系の色って失敗するとおじさんっぽく見えるんですが、これはですね色合いがすごく品がいいんですよね。ブラウンの中でも少しですね光沢感があって質感がすごく上品な雰囲気になってまして、僕ら大人世代にもですねこのブラウンであればすごく似合いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。今僕はですねブラウンの下にはこういったブラックのスラックスを合わせてるんですが、このようにですねブラウンを着るときにはブラックで引き締めてあげればかなりバランスがいいかなと思うので、ぜひですね大人の男性にもトライしていただきたい色合いかなと思っています。そしてサイズ感なんですが、これはですね最初からゆったりめになっているんですね。まあ身幅もゆったりしてますし、あとは着丈もですねそこそこ長いので、あまりですねサイズを上げたりしなくてもいいんじゃないかなと思ってます。僕は身長164センチ53キロで小柄なんですが、普段はですね適正サイズが S なんですけども、これも同じく S を選んでいます。特にサイズを上げなくてもジャストな雰囲気なので、ぜひ皆さんもですね適正サイズを選んでいただければなと思ってます。まあ、デザイン的な特徴をちょっとお伝えしますと、ここ襟ですね、ここがスタンドカラーになってるんですね。襟型がすっきりしているので単品で着るとトレンド感が溢れますし、あとは重ね着にもですね適しているので、もうちょっと季節が進んだら上にコートなんかを着るのもバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。あとはこの胸ポケットも個人的にはかなり好きなんですね。まあ、ボタンがついていまして、ここがですね一つのアクセント要素になっているので、ポケットがない状態よりもですね1枚で着てもデザイン性のある1枚に仕上がってるかなというふうに思ってます。まあ、このシャツはですねすごく使いやすいので、ぜひ皆さんには見ていただきたいんですが、まあ、今の季節ですとちょっと暑いかなと感じることも少なくないので、そういう時にはですね腕をまくってあげるのもいいかなと思います。ちょっと肌が見えるだけでこなれた雰囲気にもなりやすいかなと思うので、腕まくりはすごく有効なんじゃないのかなというふうに思います。こんな感じですね、時計だとかバングルだとかちょっとした小物が見えてもですね大人の男性はいいかなと思います。あとは前を開けて着てあげるのもいいかなと思うんですね。こんな感じですね、まあ、前を開けて羽織物感覚でこういったシャツをですね着てあげるのも秋にはすごく使い勝手がいいかなと思うので、様々な着こなし方で活躍するこのシャツは1枚持っておいて損はないかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、僕が今着ているニットですね。これはですね派手さはそんなにないんですけども、めちゃくちゃ重ね着のパーツとして活躍するようなアイテムかなと、そんな感じがしているんですね。まあ、商品名はですねメリノブレンドモックネックセーターということで、
僕がですね、事前に見ていたものとはちょっと違ったものを選んでみたわけですね。個人的にはですね、タートルネックだとか、あとはモックネック、あんまり好きじゃないんですね。というのも、首が高いものだとどうしても邪魔に感じてしまって着なくなってしまうんですね。ただこちらのニットに関してはそこまでですね、襟元が高すぎないんですね。これぐらいの感じあれば個人的には全然問題なく着れるかなと思いますし、まあ、首元が暖かいことで冬の体感温度も変わってくるのは事実なので、すごく襟の高さが個人的には好みでした。あとは生地の質感もですね、ちゃんとメリノウールがですねブレンドされていることですごくですね肌触りもいいんですね。ニット特有のチクチク感というところも少ないので、これは使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思っています。で、結構ユニクロ U のニットって毎シーズンそうなんですけども、サイズ感がコンパクトなんですね。ですので、先ほどのシャツは S を選びましたが、こちらのニットに関してはですね、ワンサイズ上げて M を選択しています。それでもですね、そこまで身幅ゆったりではないですし、手が少しだけ長いんですが、これはですねちょっとたくし上げて着たりすることもありますし、このたっぷり感みたいなものもですね、今のトレンド感には合ってるので、ワンサイズ上げてもらうのもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。あともう一つですね、僕が検討していた 3D ニットなんですけども、意外とですね首元の開きがあまり好みではなくて、今回は見送ることにしました。個人的にはしっかりと首元が締まってる方がだらしなく見えないので好きなんですね。そうて、このようなモックネックというのは最初から襟が高くなっていて、しっかりと隙間ができないようになっているので、その点もですね、大人の男性には似合いやすいような感じになっているかなと思ってます。あとは色味ですね。このダークグレーがやっぱりですね、ユニクロ U らしくて上品な雰囲気が漂ってるかなというふうに思ってます。まあ、先ほど同じようにですね、ユニクロ U のレギュラーフィットテーパードのボトムスを履いてるんですが、こちらがブラックですね。ダークグレーとブラックというのはかなり相性がいいので、このようなモノトーンの着こなしにも使い勝手がいいので、まあ、あまり派手さはないんですけども、これから冬に向かってですね、どんどん活躍機会が増えるかなというふうに思っています。まあ、今時期はちょっと暑いので、1枚で着るときにはですね、ちょっと腕をたくし上げながらこんな感じで着てもらうのもいいかなと思うので、ぜひこのニットもですね、皆さんチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのシャツですね。商品名はブロードレギュラーカラーシャツ長袖、色はピンクなんですね。まあ、ピンクというとですね、多くの男性にとってはちょっとなんか大人が着るには難しいんじゃないのというイメージをですね、お持ちかなと思うんですが、まあ、見ていただきたいんですけども、ピンクというよりは結構ですね、薄いパープルのような色味で上品な雰囲気になってるんですね。これだったら案外僕ら世代もですね、着こなせるような明るめの色なのかなというふうに思ってます。まあ、ピンクの中でも生地に洗いがかかっているので色味が絶妙なんですね。やはりですね、この色の出し方がユニクロ U らしいなというふうに僕自身は感じています。まあ、もちろん単体で着るのもいいかなと思うんですが、個人的にはこれ1枚で着ることよりも重ね着のパーツとして着ることが多いかなと思ってるんですね。まあ、例えばですね、この上にですね、ダークグレーのジャケットを着てみるのもいいかなというふうに思ってます。まあ、秋冬のアウターって結構ですね、こういったジャケットもそうですし、ロング丈のアウターだとかダウンだとか結構ダークトーンのものが多いんですね。そういうものをですね、着てしまうと着こなし全体が暗いトーンにまとまりがちなんですが、そんな時にインにですね、こういったちょっと華やかな色を着ることで暗すぎない印象になるんですね。ちょっとこのジャケットを羽織ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。内側にこういったピンクを入れることでちょっとですね、華やかさが出るのが分かっていただけるかなと思ってます。この内側までもですね、濃い色を使ってしまうとかなり着こなし全体が暗くなってしまうんですが、このような薄いピンクを使うことで少しだけ着こなしが華やかになってですね、しかも白よりはですね、少しおしゃれ感も出るので、ぜひ皆さんにはですね、このピンクのシャツ活用していただきたいなというふうに思ってます。決して派手さのあるアイテムではないかなと思うんですが、そういったアイテムこそ着回しができたりだとか、さまざまなコーディネートの中に生かしやすいので、ぜひこういったアイテムにこそですね、皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が着ているステンカラーコートですね。これはですね、かなり良かったですね。まあ、事前の動画の中でもですね、こちらのコートについては触れていたんですが、やっぱり実際のものを見てみてもですね、非常にバランスが良かったんですね。いくつかポイントがあるんですけども、まあ、デザイン的にはステンカラーコートってかなりシンプルだと思うんですね。まあ、いわゆるですね、コートといって想像するようなベーシックな形ではあるんですが、まあ、襟元がですね、割とコンパクトにまとまっていたりだとか、横から見るとですね、スリットが入っていたりだとか、まあ、細
い部分にですねデザインの特徴があるんですね。あとはポケットですね、内側のポケットはかなり充実しているんですね。そしてポケットを縫い付けるのに外側にですねステッチがこのように入っているんですが、それもですねデザインのアクセントとしてはなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、シンプルながらもユニクロ U らしいですね、すごくバランスのいいコートに収まっていまして、一つだけですね大きなアップデートとして結構皆さんが注目してたのは長さなんですよね。着丈が従来よりも短くなったんですね。ですのでモデルさんが着ているイメージ画像を見ると膝よりも上に来てるんですが、まあ、僕のようにですね身長の低い男性が着るとなんだかんだで膝位置よりも長いぐらいなんですね。ですので僕はこれぐらいの長さで正直ちょうどいいかなと思ってるんですね。まあ、従来のユニクロ U のコートってもっと大体長くて、それはそれでトレンド感があってかっこよくはあるんですけども、どうしてもですね足さばきが良くなくてあんまり実用的じゃないような気もしていたんですね。その点これぐらいすっきりしてる方が僕はバランス感がいいかなと思いますし、決して短すぎることはないかなと思います。高身長で痩せ型の男性が S とか M を着たらちょっと短いと感じる方も中にはいるかなと思うんですが、僕のように低身長の男性だとか一般的な男性であればそんなに着丈はですね短くないかなと思いますし、かえって現実的で大人の男性には似合いやすい着丈の長さになったかなと思うので、その点はご安心いただければなというふうに思ってます。で色に関してはですね僕はベージュを選んだんですね。この色味がすごくいいんですよ。まあ、ベージュの中でもちょっとグレイッシュな雰囲気があってそんなに甘すぎないんですね。すごく通好みのですねいいベージュになってるんですね。この色の感じが個人的には気に入っていて、秋にですねガンガンに着たいコートかなというふうに思ってます。まあ、適度にですね生地にも張り感があって、これはですね1万円台前半では買えないようなかなりしっかりとしたコートかなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただければなと思ってます。通常のユニクロのラインのステンカラーコートよりも断然こっちの方がおすすめなので、これまたですねそこまでインパクトがある商品ではないかなと思うんですが、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、これはですねちょっと意外性のあるアイテムかなと思ってます。まあ、僕自身ですね前回のレビュー動画の中ではこれは全く触れてなかったんですね。というのもこちらはですね男性ものではなくて女性もののアイテムになってるんですね。毎回ですね僕は男性ものしかチェックをしないんですけども、実際はですね結構女性ものの中にも男性が着れるようなものがあって、今回のこちらのアイテムはかなりですね雰囲気が良くてメンズにはない魅力があるようなすごく使い勝手のいいアイテムかなというふうに思っています。で商品名なんですが、デニムシャツジャケット、サイズはですね女性ものなので僕は L を選択をしています。これがですねかなり良かったですね。なんで事前に気づかなかったなと後悔はしてるんですが、実際に買うことができてすごく良かったかなというふうに思ってます。一応シャツジャケットという名前がついてるんですが、シャツというにはですねあまりに生地感は厚いんですね。ですのでアウター感覚で羽織るようなものになっているんですが、デニムの素材感で大きめの胸ポケットがついているような、まあ本当にですね今トレンド感のあるシャツアウターのような見た目になっているんですが、これがですね仕上がり最高に良かったですね。まあ、サイズ感に関してはちょっとゆったりめにした方がいいかなと思うんですが、最初からですねちょっと肩が落ちているような今っぽいシルエットになってまして、デニムの素材感で少しシャツアウターっぽいものをですね表現していて、これはかなり個人的に気に入ってまして、今期のユニクロ U でナンバーワンを決めるのであればこちらが良かったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、このようにですね内側には先ほどご紹介したピンクのシャツを着ながらですね少し明るさを取り込んでみるのもいいかなと思いますし、もしくは T シャツの上にさらりと着るのもいいかなと思います。まあ、様々な着こなしが想定できるんですが、秋から冬の前半まではですね活躍してくれるようなめちゃくちゃ使い勝手のいいですねアウターかなというふうに思ってます。ただ一つだけ難点がありまして、こちらはですねもともと後ろにですねベルトがついていたんですね。実はですねこちらに入っているんですが、このようなベルトがついていたんですね。まあ、腰の部分にこのようについていたんですが、どうしてもですねこれがつくことで女性ものっぽさがですね感じられてしまったので、僕はこれを取ってしまいました。でそうなるとですね気になるのがベルトループというようなベルトの穴を通す部分なんですね。実は僕はですねこの撮影の前にベルトループ、これなんですけども
取ってしまったんですね。見えますかね。こういった道具を使えばですね、まあ、大体10分あれば簡単に取れてしまうので、ベルトを使わないという方はですね、カスタマイズして男性が着ても違和感のないようにしてもらうと、よりバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。このアプローチは個人的にはめちゃくちゃ気に入っていまして、この秋はですねガンガン活用したいなと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、女性もののコーナーに行って、多少気まずいかなと思うんですが、こちらのアイテムチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロ U の秋冬の新作の中から僕が実際に着たいなと思うものをですね5点選んで購入してきたので、そちらをレビューさせていただきました。どれもですねこれからの季節ガンガンに使えるようなアイテムばかりなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。まあ、正直ですねレビュー段階ではそこまで欲しいものがないかなと思ったんですが、蓋を開けてみればやっぱりですね、この価格帯でこのデザイン性質感というのはかなりクオリティが高いかなと思うので、まあ欲しいものがですねたくさんあったわけですね。まあ、今回買ったものはこの5点なんですが、正直それ以外にもですね気になってものがいくつかあったので、ちょっと簡単に触れたいと思います。まず1つ目はジップアップブルゾンですね。これはですね僕の動画の中ではおじさんっぽく見えるので、なかなか難しいアイテムとして挙げることが多いんですね。ただ個人的にはこのようなちょっとこうダサかっこいいみたいなアイテムは好きなんですね。まあ、いろんなブランドからこのようなアウターが出てるわけなんですが、ユニクロ U のこちらのブルゾンに関してはかなりバランスが良かったですね。正直僕はこれを買おうと思っていたんですが、最後レジに向かう途中でこちらのデニムのジャケットを見てしまって、こちらを購入したんですね。ただですね、このジップアップブルゾン、今回は完成度非常に高いので、おそらくですね、紹介される YouTuber の方も多いかなと思います。まあ、僕もですね、ちょっと余裕があったらこの後買いたいなと思ってるんですが、これはですね、おしゃれ初級者の方はちょっと難しいかなと思うんですが、中級者以降の方であればもうマストバイかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。あともう一つですね、ヘビーフランネルオーバーサイズシャツですね。これも以前から気になっていて、まあ本当に楽しみにしていたんですが、着てみたら良かったです。良かったんですけども、個人的にはスルーをしたんですね。それはなぜかというと、こういったチェック系のアイテムってそれなりにインパクトがあるので、きっとですね、街で同じものを着ている方、結構多くいらっしゃるかなと思うので、被るんじゃないかなと思ったんですね。そこが個人的にはちょっと気恥ずかしいので、本当に色だとか柄の感じめちゃくちゃ完成度が高いんですけども、今回は見送ることにしました。今回僕が選んだアイテムっていうのは正直ですねベーシックで地味なものも多いかなと思うんですよ。ですがこういったものこそ着こなしの幅も広いですし、様々なコーディネートも組みやすいですし、人と被ってもバレにくいという点でかなりリアリティの高いアイテムなのかなというふうに思ってます。まあ、これ以外にもね本当にいいものがたくさんあるので、ぜひ皆さんもですねいろんなユニクロ U のレビュー動画が上がってると思うので、そういったものを見ながらご自身に適したものをですね選び出していただければなというふうに思ってます。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。